ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ S4、 こちらをご紹介させていただきます。はい、はい、アウディは、はい、板尾さんと撮るのは初めてですよね。初めてです。はいはい、で今回ご紹介させていただくのが S4 ということで、はい、A4 のちょっとスポーツモデル。そうですね。はい、でそのさらに上に RS4 っていうちょっとこうスパルタンのやつもありますけど、はい、そうですね。はい、いいとこ取りな。そうですね。はい、はい、そんな車を使い勝手もいい、お車だと思います。なるほど、はい、そんな車を今回ご紹介させていただきます。はい、はい、でまず前回から行くと世代的には一番新しいというか、そうですね、現行の世代の現行世代なんですけど、去年ですか、最近、そうですね、はい、ちょっとマイナーチェンジというか、フロント周りとかホイールのデザインが変わってたりしてますので、まあ、前期って言ったら前期になっちゃうのかなって気もするんですけど、はい、ただ車は台数少ないんであんまりこう変わっても古さを感じないというか、はいはい、多分分かる方じゃないと分かんないかもしれないぐらいな変更だと思います。はい、そしてアウディこうデザインがうまいですよね。そうですね、毎回思いますけどちょっとこう一歩先を行ってるというか、はい、他のメーカーよりかもで他の車種となんか共通性を持たせたフロント周り で、はいはい、で前回りから見ていくと、はい、S4 っていうことなんでグリルも専用のものになってたりだとか、はい、でヘッドライトもマトリックス LED ヘッドライトでしょ。そうですね、こちらオプションで入ってますね。ハイビームのまんま対向車なんかを全部避けてくれたり、はいはい、そうです。そんなヘッドライトも、はい、ちょっとこう近未来な感じですよ ね、 感じですね。そうですね、形も中身も、はいはい、そして僕ちょっとボンネットすごいなと思ったのが、はい、ここへこんだプレスラインなんです ね、 ですね、はい、あんまり他のメーカーでないようなないですね、はい、そして全体的なシルエットもアウディのこのワゴンって言っちゃダメなんですよね、はいはい、アバントなんですよね。アバントです、はい、アバントってこううまいですよね。そうですね、はい、すごくこう横から見た時のスタイリッシュ車とかっていうのも、まあ、メルセデスだったり BM もまあもちろんいいんですけど、アウディはそこちょっと一歩上行ってるかなっていう感じは僕は受けてます、はい、このワゴンのシルエットの作り方がうまいというか、はい、なんかこう、そうですね、バランスがすごくいい車ですよね、はいそして横に回っていくとホイールがなんか今回すごくかっこいい感じの。そうですね、こちらもオプションで19インチになるんですがホイールが入っております。ちょうどいい感じの。そしてタイヤが今回ピレリということで、ピレリちょっとこう幅が狭めなんで、はい、標準サイズなのに少しこう、そうですね、リムガードがこう飛び出てたりして、はい、ちょっと引っ張ってる感が、そう、引っ張ってる感が、その辺もなんか僕的にはちょっとスポーティーさを演出してるなって思ってます。そうですね、はい、でホイールもなんかすごく本当に若干コンケーブしてて小さくアウディスポーツのロゴも入ってたりとか。そうですね、で正直ポイントをお伝えすると、はい、ちょっとだけホイールに傷があるんで、まあ、この辺はやっていただければ、ね、はい、お直ししてとまた修正してっていうことでご納車っていうのも可能になっておりますので。なるほど、はい、そしてブレーキは大きいのがついてますね。これそうですね、専用のものが、はいはい、ローターもかなり大きいのがついています。そして横に回っていくとサイドスカートなんかもちょっと張り出しが、そうですね、プラスアルファでされてますね、はい、そして S モデルといえばやっぱりこのミラーなんですね。ミラーがそうですね、はい、ちょっとこう サテンというかちょっとツヤがツヤが半ツヤというかなんていうんですかね、ちょっと絶妙な感じの、はい、そうですね、あのシルバー系のミラーになってる、はい、なってますね。ルーフレールもちょっとこのサテンな感じのちょっと金属感のあるそんなルーフレールがついてます。はい、この辺も結構車によって違うじゃないですか。マットブラックの、そうですね、はい、弾けないのがついてたりとか、オプションで確かそのブラックパッケージみたいのがあったりとかで、グリルとかミラーとかこのルーフレールが黒にするとかっていうのも、なるほど、そういうのもあるんですね、はい、現行は確かありますので、はい、確かこの時もあったかと思います、はい、まあ、便利に使う部分でもあるし、やっぱり車のそのイメージをこう、そうですね、させる部分でもあるんで、ね、ちょっとこの辺の色合いって結構、はい、重要ですよね。重要になってきますね、はい、で結構ミラーと合ってて今回の場合かなりかっこいいんじゃないかなっていう、はい、そして後ろのホイールは、はい、フロント同様なんですけれどもキャリパーがちゃんと塗ってあると。そうですね、はい、あとまあ今ちょっとホイールのお話だったんですが、実はこちらの車高を下げさせていただいてて、はい、なるほど、じゃあ絶妙な車高になってるわけですね。そうですね、一応ノーマル の純正の、ショックアブソーバーは、そのまま使う形をとってますので、まあ、なんていうんですかね、硬さのこう変更とかその辺の、モードがモード切り替えがあるんですけど、それを活かしたまま、車高調整機能付きのスプリングに変えてますので、
あの車高の方をさらにこう上げたいよとか下げたいよとかっていうのがあれば、まあ、幅はありますけれども調整もさせていただきますので、はい、その辺もあの何なりと申し付けいただければと思います。カーベの HAS でしたっけ。そうです、はいはい、ハイトアジャスタブルスプリングですね、はい、っていうのがついてます、はい、あとすみませんスペーサーも実は入っております。あ、なるほど、はい、じゃあ出面も絶妙な感じに確かにツラツラになってますね。そうですね、はい、ちょっと純正の雰囲気を崩さずにかなりスポーティーな、そうですね、そんな感じになってますね。そして後ろに回っていくと、はい、後ろもしっかり4本出しでサテンシルバーのパーツも使われたりしますね。そうですね、使われてますね、はい、そしてなんかこの傾斜がうまいですよね本当に、はい、そうですね、このラインが本当に、はい、立ちすぎず、はい、寝すぎず、はい、そんなリア回りになっています。で端っこには S4 のエンブレムがついてたりとか、でウインカーだったらこれ全部流れるやつですよね、そうですね、はいはい、じゃあちょっとその辺は店頭周りで確認してみたいと思います、はい、ください。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、中めちゃめちゃかっこいいじゃないですかこれ。そうですね、ちょっと普通というかあの大概黒い内装色っていうのがまず多かったりするんですけれども、オプションであのレザーのシートに変わっているのと、まあ、お色がグレー系の色に、されているということで、元々のオーナー様のセンスが光ってます、ね、センスが、はい、出ているのかなというところですね。そしてドアから見ていくとドアも同様にグレーのレザーが使われてて、まあ、なんかこれアルカンターラで、そうですね、アルカンターラですね、アルカンターラもちょっとグレー系のアルカンターラですね。そしてカーボンのパネルが、はい、ついてます。でカーボンのパネルもこれあれなんですね、はい、なんか普通のカーボンの折り目じゃないんですね。そうですね、よく見ていただくとあのすごく分かりやすく見えるんですが、平折りとも綾折りとも取れないちょっと独特なカーボンの面になってます、はい、そしてスカッフプレートはこの S のロゴの入ったスカッフプレートがついてます、はい、ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います。あ、意外や意外、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ鍵をちょっとこの辺に切っておきまして、いかがですかシートの方は。意外や意外、シートのこの横柔らかい。そうですね、はいはい、もっとこうガチっていう、こう、そうですね、そこまでこうなんですか、ホールドされちゃうシートかなと思ったら、はい、ホールド感は、まあ、まあ適度にっていう感じですよね、はい、座面と背中は割としっかりしてます、はい、横は割とゆったりした感じです。そしてハンドルがなかなかレーシーです。そうですね、 D シェイプで S のロゴが入ってて、でエアバッグがやっぱりアウディちっちゃいですよね。そうですね、それがなんかすごくレーシーに感じます。そしてこの辺の安全装備、快適装備もしっかりついてて、そしてこの真っ暗クラナーメーターといえば、はい、バーチャルコックピットですね。そうですね、はい、その辺なんかもしっかりついてると。そしてこっちのオーディオエアコン周り、ナビはまあそこそこの大きさのディスプレイと、あとエアコン、そしてナビのコントローラー、そしてこの定番のシフト、こんな感じです。あ、この辺もしっかりカーボンのパネルが使われてて、はい、高級感もすごいです、はい、あ、これがシートヒーターですね。そうですね、そちらシートヒーターになります。なるほど、この辺もついてると、はい、ちょっとじゃあオンにしてみたいと思います、はい、でやっぱりボタンは周りが赤くなってる。そうですね、それは変わらず、はいはい、赤くなってますね。で、あ、S4 ちゃんと出てくるんですね。そうですね、そのままあのお車の、はいはい、車もちゃんと S4 になってて、はい、ロゴも S4 が出てきます。そしてメーターはこんな感じです。バーチャルコックピットなんで、まあ、こんな感じで、あ、これですね、これはあのーはい、まあ、こちらの左側だけの画面を、はい、ナビにできるやつですね、はい、でこれビューって押しますとこの形で切り替わってきます、はい、まあ、メーターにするもよし、はい、ナビを半分出すもよし、はいはい、まあ、この辺は自由自在にいろいろできると。そうですね、はい、そしてこっちの肝心のナビの方はこんな感じで、はい、割と使いやすいですよね、アウディのナビ。そうですね、はい、使えるかと思います。そしてメディアは一通りテレビと外部入力、はい、DVD、 あ、DVD も入るんですね。そうですね、なるほど。最近みんななんか DVD 入らなくなっちゃってますよね。そうですね、あの助手席のグローボックス開けていただきますと ETC と、はい、あの DVD とか CD とか入る、あ、なるほど、はい、スロットがございますので、この辺にディスクスロットがあると、はい、はい、まあ、Bluetooth とか、はいはい、その辺なんかも一通りついてると、はい、この辺はドリンクホルダー標準的なのと、あとはこのアームレスト兼小物入れと、はい、
その中に USB が2系統と AUX がついてる、はいはい、で毎回僕思うんですけど、はい、これって何なんですか。そこがね、僕もちょっとわからないんですよ。特に何かを入れるっていうものではないんですけど、あのキーとかちょうどいい感じには置けると思うんですよね。あ、確かに、はい、鍵がぴったんこな感じです、はい、ちょっとこんなのもついてると、はい、そしてアウディちょっとペダルがちゃんとおしゃれなのがいいですよね。そうですね、そっけない感じじゃないっていう、はい、デザイン性のある、はいはい、ペダルになってますね。やっぱりこの辺の車だとこうゴムのマクロクロのペダルよりかは、そうですね、こういうアルミの、はい、アルミとかステンのペダルが嬉しいです。そうですね、はい、そしてちょっとこのフットレストは若干こうちっちゃめで、なおかつ斜めってるなっていう感じはします。ただペダルレイアウトは当然この手の車ですから、かなり自然な感じで。あ、そして小物入れ、はい、そちらついてるんですね。はい、ついてます。なるほど、しっかりこの辺もついてると、はい、ちょっとじゃあ続いてリアの席も見てみたいと思います。はい、リアもしっかり同じようにレザーとアルカンターラと、はい、そしてリアもこのダイヤモンドステッチがおしゃれですね。そうですね、いい感じです。ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。わ、どうですか。ゆったり。そうなんですよ、意外と全然ゆったり乗れますんで、まあ、足の短い僕セッティングですけど全然ゆったりそんなことないです、はいはい、前も全然余裕があります。上も僕175ですけど、クレアランスも十分ですね、はい、全然余裕があります、はい、そして座面はやっぱり下ちょっと後ろの席の方が柔らかい感じ。そうですね、若干柔らかく作ってありますかね、はい、で若干ちょっと直角ですけど、はいはい、スペース的なのはかなり、はい、ゆとりがあります。ありますね。そして後ろからのこのパノラマとこのフロントの開放感がすごいです。そして後ろの快適装備といえばこのエアコンが一応別になってるんですね。はい、そうです。なるほど。そしてシガーが一つだけついてて、アームレストがはい、はい、ございます。なるほど、ついてると、はい、そして中がちょっとこれ何を入れるかちょっと悩みそうな浅いアームレストですけど、ああなるほど、はい、ドリンクホルダーもこっちもついてるんですね。はい、はい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います。はい、よいしょ。割と横のえぐりなんかはちっちゃいですけど、まあ、シート倒してもらえば、そうですね、ゴルフバッグだったりの大きなものまで、荷室は容量だいぶ大きくなりますね、使えるんじゃないかなという感じです、はい、そしてこの下はあ、バッテリーと、なるほど、バッテリーですけど結構、はい、そうなんですよね、あのちょっとしたものを入れられますね、はい、入れられますね。なるほど、やっぱりワゴンって言っちゃダメですよね、アバント、使い勝手も、はいはい、抜かりないと、ね、はいはい、こんなトランクになって、はい、そして電動のこの辺なんかも全てついてますので、いや本当に使い勝手いいっすね。そうですね、はい、まあ、普段使いで奥様が乗っていただいて、まあ、ちょっと週末はドライブでスポーティーに走行ができるというようなお車になってますので、走りも十分楽しめる感じですね、はい、そして何よりかっこいい。かっこいいですね、はい、いや、アバントいいですよ、はいはいはい、じゃあ続いてボンネットもちょっと見てみたいと思います、はい、あ、しっかりこう S モデルというか、はい、そうですね、アウディスポーツモデルのエンジンカバーがついてて、はい、エンジンのスペック自体は3リッター V6、はい、ターボ、ね、はい、ターボで馬力が354馬力、はいはい、まあ、本当に最近ゲテモノ級のが増えてきちゃったの で、はい、そうですね、ちょっと控えめかななんて思わなくもないですけど、はい、そうですね、もうこのボディサイズで300馬力以上オーバーなんで、まあ、十分ですよね、はい、まあ、十分な感じじゃないでしょうか、はい、そしてアウディといえばやっぱりクアトロですから、はいはい、それとの組み合わせもバッチリじゃないかっていう、バッチリですね、はい、エンジンルームの補強なんかもやっぱりすごいですね。そうですね、しっかり補強されてて、そして外観こうあんまり赤を使わないのにしっかりこうエンジンのカバーはこう赤い、そうですね、赤いラインが入っているという、はい、こうただものじゃない感じが、はい、しています。はい、はい、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。オートなんでスモールがそのままついてる感じでしょうか。上とこの下のチューブがそれぞれ光ってます。じゃあ次ヘッドライトいきます。ロービームです。そしてロービームはスモールが暗くなってプロジェクターが光ります。そしてウインカーは流れるタイプのが上側が光ります。そして横のミラーの端っこのところですね。ありがとうございます。じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。お願いします。スモールはちょうど真ん中のところですね。あと
外側に回ってこの下側も光ってます。ブレーキです。そしてブレーキは外側とハイマウントですね。そしてバックは両サイドトランク側が光ります。そしてウインカーは流れるタイプでランプの上の部分ですね。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。試乗前の給油も終わりまして、はい、ちょっとこれから S4 に。実は僕去年ドイツ行かせてもらって、はい、あのレンタカーが A4 だったんですよ。あ、そうですね、そうです、見ました見ました、はい、この方のディーゼルだったんですけど、はい、なんかアウトバーンで頑張ったりしてましたよね。そう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 、車の形こそ一緒ですけど中身別の車なんで。そうですね、全然違いますからね。まあ、あれはあれで結構低速トルクがあって、はい、結構いい車だったんですけど、はい、街中キビキビ走って。 S4 は初めてですか？そうすると。そうですね、現行 S4 は初めてでございます。よいしょ。ああ、トルク感ありますね。そうですね、出だしもあのしっかりこう出ますので。これ左でしたっけ？これ左でしたよいしょ。ああ、いい感じです。なんか思ったほどなんかこうスポーツしてないというか。そうですね、乗り心地もいいし。いいですね、はい、ただこれちょっと車高も下がっておりますんで、はい、その辺はちょっとローダウンでスプリングも変わってますんで若干ノーマルの状態とは違いますけれども。なるほど、はい、これあれですね、純正ショック生かしたままローダウンする機構ついてるんですよね。そうですね、はい、なんでそんなに大きく純正の乗り味を損ねてないっていう。そうですね。そしてめっちゃ静か。そう、静かです、はあ、そして適度にこの排気音が。そうですね、はい、聞こえてくるところがいいですよね。遮音性めっちゃ高いですね。高いですね、はあ、そしてメーターとこのナビが見やすい。バーチャルコックピットいいっすよね。そうですね、バーチャルコックピットになりますと本当に視線をちょっと下にずらすだけで情報が分かりますんで、はい、非常に。もうこっちのナビのモニターをあえて大きくしすぎずこっちっていう。そうですね。そしてシートのホールド感もやっぱりかなりいい感じです。これレカロっすよね多分。そうなんですかね、ちょっと私その辺が。仙台モデル、はい、先々代でしたっけ、はい、もうレカロって入ってて。そうですね、入ってましたね、はい、そのまま引き継いであれなんですかね。硬さとなんかホールド感がレカロの気がするんですよね。ちなみにAMG の、はい、エディションの。あ、そうですね、はい、あれはレカロだったんですね、調べたら。で、僕的にはちょっとこのフットレストをもうちょっと大きくしてほしかったなっていう、まあ、このサイズなんでそうですね、しょうがないんですけど、はい、あとこのセンターのトンネルがちょっとこうボコって出っ張ってるんで、ちょっと出っ張りがありますよね、気になりますよね、はい、確かに。もう少し親指まで乗っかるぐらい。ちょっとあれ、これマフラーの開け閉めとかはモード切り替えで。モードで、そうですね、はい、モードの方を変えていただくことによって開くような形になりますね。なるほど、モード切り替えとかでしょうか、はい、あ、そこか、そ、ね、ドライブセレクト、はい、ちょっとじゃあ今ダイナミックに変わりました。一番レーシーなやつですね、はい、もとダイナミックだったかもしれないちょっと一回コンフォートしますか。そう、ダイナミックでしたね。そうです、ちょっと音が静かになりましたね、はい、ちょっとじゃあ改めてダイナミックにして少し信号を法定速度内でダッシュします。そうですね、ちょっとパドルも小ぶりなのがいい感じです。はい、あんまりこうバチーンみたいな、ね、この車のキャラクター的にはこれで正解の気がします。あー、結構やっぱりちょっと踏むと音が入ってきますね。よいしょ。めちゃめちゃパワーありますよ、はい、めちゃめちゃパワーありますよこれ。びっくりした。なんか BM とかのなんかこうメルセデスとちょっと違う、ちょっとワクワクする系ですね。そうですね、はい、本当にメルセデスだとちょっとこうどっしり走る感じですけど、やっぱりメルセデスこうドロドロ言ってて安定のロックサンサウンド で、ね、はい、まあ、それはそれで楽しいんですけど、はい、やっぱりこう安定安心なんですよね、はい、でこの間アリーナの試乗で M6 のなんか限定車乗る機会があったんですけど、
M6 結構車大きいじゃないですか。はい、大きいですね。けどすごくなんか車軽くって、あ、そうなんですね。なんかめっちゃワクワクしたんですけど、ちょっと そっちに近いなと思ったんですか。近い感じですかね。いや、ちょっと出足の速さにはビビりました今。レンタカーで借りたやつこんな出足よくない。そうですね。なかなか S4 をこう置いてあるレンタカーはないでしょうね、きっと。いや、これだったら全然いいっすね。高速ぶっ飛ばしてもいいし、ね、使い勝手も最高じゃないですか、はい、ワゴンだから荷物も積めるし、ね、人も乗せられるし。そして中かっこいいっすよこれ。そうですね、ちょっと今回はグレーの、グレー珍しいっすよね。そう、ちょいちょいありますね。私ちょいちょい見てますね、グレーは。黒、グレー、あと白というか、はい、ベージュというか、はい、ベージュですね、はい。なんか白とかの方がやっぱり目を引いたりとかするし、しますけどね、はい、TT なんかとこう真っ赤の内装とかもあるんですけど、ありますよね、はい、インパクトはいいんですけど、やっぱり毎日乗るとなるとちょっとこう目が疲れちゃうかな。そうですね、あんまり明るすぎるのもってありますよね。こうテンション高く乗るんだったらいいんですけどね、はい、やっぱりオールマイティに使うんであればちょっと落ち着いた、そうですね、黒とかグレーぐらいがいいのかなと。黒だとちょっとこう一体化しすぎちゃうというか、はい、ちょっと絶妙な色合いがいい感じです。ちょっとこのバックミラーに映る感じとか、グレーのシートがおしゃれです。ちょっとハンドルはちょっと電動が良かったですね。そうですね。そこだけはちょっと知りません。電動機能がついておりません。まあまあまあ、でもこう C セグメントというか、はい、3シリーズとか C クラスとかその辺の、はい、セグメントなんで。さっきあの、はい、パドルがちっちゃくていいって言ってたんですけど、はい、ステアリング自体はどうですか。ステアリング自体は、はい、D シェイプになってて、 D シェイプなんでここのスペースかなり取れて、はいはい、割とでもハンドル自体は結構大きいですか。そうですね、大きめな感じしますね、はい、ですよね、はい、またこのエアバッグがちっちゃいんでちょっと大きく感じますよね。感じます。そうですね、はい、なんかまあスポーティーな感じのステアリングなんで見た目も綺麗にできてますし、ただその分やっぱりここが結構大きく取れるんで、はい、あのバーチャルコックピットの視認性はかなりいいですね。いいですよね。これエアバッグ大きかったりするとちょっとメーターが見えなくなっちゃったりするんですけど、いや D シェイプはいいですよ。ちょっとレーシーで、で内装の高級感もカーボンと、そうですね、アルカンターラと、この辺なんかもちょっと同じ色のグレーのレザー、そうですね、ステッチと。ただちょっと伊藤さん、ちょっと一歩だけ言っていいですか。はい、右ハンドルだとこれが使えないです。わかります。これが使えないです。そうですね、はい、これだけっすね。もともと左ハンドル設計だからもしょうがないですよね。そうですね、これちょっとどうしようもないですね、はい、これ右に持っていくわけいかないので、これだからどこに行きますかって聞かれても、はい、左でじゃあ入れられないっていう、はい、そうですね、ぼいや、なんとかいけてますね。いけてますよ。これでも運転しながらきついっすね。そうですね。ど5になっちゃいまし ました、ね、なんだかんだなかなかこうやっぱり走行中は、はい、多分右で書いても結構難しいかもしれないですね。この、まあ、逆に言えば助手席の方は圧倒的に操作しやすいんで、はい、まあちょっとられますから、ね、プラス思考で考えていただいた方がいいんじゃないかっていう。まあ、大体でも目的地その走行中にいきなりこう入れたりとかっていうのもないんで、あんまりないですよね。あとは多分皆さん携帯スマホで使われる方が多いと思うんで、はい、その辺とうまく組み合わせてもらえれば、そうですね、はい、本当にナビのこの表示はもう抜群なんで、使い勝手はもう申し分ない感じですよね。なんかやっぱりこの辺のセグメントの車ってめちゃめちゃよく考えられてますよね、はい、使いやすいし、そうですね、はい、いやダイナミックいいな、音がいいですよ。そうですね、無駄にこうシフトダウンしちゃいますね。そうです。ちょっとじゃあ帰りはコンフォートで、ああ本当に逆にこうコンフォートにしたいからを、はい、ダイナミックにした時よりかも、はい、ダイナミックで乗った後コンフォートにした後の方が、そうですね、違いが分かりますよね、はい、これでしたら本当にまあどこ行ってもめちゃめちゃ乗り心地もいいし、はい、静かだし、もうブラインドスポットとかもここにあるからすごく見やすいです、ね、すぐ見えますからね。そしてこのパノラマの開放感も
最高です。抜かりないっすよやっぱりこの辺。いや本当にコンフォートにしたらもう全然なんかもう全然言わなきゃ分かんないレベルですよ。普通の車ですね、はい、めちゃめちゃ乗り心地いいですよ。ローダウンしてると思えない。そうなんですよね、はい、であれですもんね、 HAS だったら上げたり下げたりもこう、はい、そうですね、できるんで、もうちょっと車高高い方がいいかなって言えば、ね、はい、まあ、もちろんそのピットに入れてリフトで上げてっていうのは必要になっちゃいますけど、はい、ダウンスプリングみたいにいやもうこれしょうがないんですよっていうことはないですからね。ないですね、はい、はい、調整幅がありますんで。だからちょっとかみさんも使うからもうちょっと車高を高めでお願いって言ってもらえばそういったこともできると。はい、うわもうめちゃめちゃスムーズ。ちょっと高速乗りたいですそうですね、はい、いい車。そうなんですよ、はい、いい車なんですよ。めちゃめちゃいい車ですねこれ。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。で板尾さん毎回聞いてるんですけど、はい、この車触るとすればどんなことができるんでしょうか。そうですね、まあ、ちょっとお客様によってどういう方向性に持ってきたいかでだいぶ変わってくると思うんですけど、まあ、今先ほどちょっとご説明したように車高下がってて、まあ、スペーサー入れてますので、まあ、とりあえず、まあ、このスタイルで例えばちょっとこうメッキパーツのところを締めてみたいとかっていうことであればラッピングとかでもいいですし、もっとよりスポーティーに振りたいっていうことでしたら、まあホイールですとかエアロとかもあるんですけど、ちょっと私どものアプトの方を結構こう、まあ、デザイン性も良くて、おすすめはさせていただいているので、まあ、ちょっとフロントをリップつけてみたりですとか、まあ、ホイールも変えてみたりとか、ぜひぜひその辺をやっていただけるとよりかっこよくなるのかなと。なるほど、はい、やっぱりアウディの老舗チューナーアプトをおすすめする感じですね。はい、まあ、何でもご相談いただければいろんなことができますので、はい、できますので、はい、ぜひお問い合わせください、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はボンドカーズ大宮よりアウディ S4 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。